衝撃、韓国の反応まとめ、ビッグバン、V.I. 告白、私は薬をやらない、G ドラゴン、我慢しろ。韓国の芸能番組に出演したスンギの発言が話題です。大変なスケジュールで、メンバーとスタッフみんな疲れた時、あいにく、過労になったスンギ。スンギ、キョン、G ドラゴンに、病院行って、注射受けてきます。G ドラゴン、お前だけが今痛くて大変ではない。みんな痛くて大変だ。だから我慢しろ。スンギ、恨めしい気持ちでも、一旦我慢してたら、奇跡なのか、我慢してたら治った。スンギ、私はその後、薬を飲まない。それで私は薬をやらない。スンギ、私は痛くても、薬をよく飲まない。韓国の反応まとめ。韓国人1、うちのお母さんが、唯一ビッグバンで、好きなのがスンギ、可愛くて面白い。韓国人に代わりに加速疾走をやる。韓国人さん狙ったのか、本当。韓国人4、我慢してたら治ったって。韓国人を、私はこんな逆、嫌い。韓国人6、スンギ、薬やったことなかった。韓国人7、ビッグバンは仲がいいのか、悪いのが見分けられない。韓国人8、トップを狙撃したのか。韓国人9、スンギの逆本当を受ける。G ドラゴンは、年も若いのに、ヤンジョンソクと話すことが同じだね。韓国人10、時間が経ってからは理解できるけど、トップの事件が起きたのが、最近なのに、同じメンバーが、メンバーだからかばうべきっていうわけじゃなく、あえて前に立って、こんな話する必要ある。韓国人11、トップや G ドラゴンが番組で、スンギのこと、堂々といじってたけど、スンギにいじらせてあげたね。韓国人12、ビッグバンのバラエティは 90% がスンギを叩くストーリーじゃなかった。韓国人13、スンギこんなことやっていい。マリワナぐらいまでは良かったのに。一緒に番組に出演していたアイコンのバイがマリワナという発音がマリファナと聞こえて出演者が騒いだ時、スンギが特に俺たちは気をつけないとと発言。韓国人14、病院行って注射も受けないの？韓国人15、自虐逆で受けてるんじゃなくて、同じメンバーや会社の同僚を叩いてて不快だ。受けるためには感覚がないといけないのに、スンギがその線がどこなのかわからなくて、いつも喋りが過ぎて舌下だけ作る。韓国人16、こんなのは掘り出して軽く遠くのネタで流さないと、隠せば隠すほど匂いだけ出る。韓国人17、薬とは別に痛いのに我慢しながら仕事するのはあんまり、いつまで根性、精神力うんぬんする、病気しないようにスケジュールを追って痛かったら病院行け。韓国人18、あースンギ本当最高、さすが大阪芸人。